はい、こんにちは、服部幸男です。前回ですね、作りましたこの食パン、この前食べてね、感じたのはね、僕が好きなね、ポーションっていうところのパリのね、ポーションのパンがあるんです。食パン、これが美味しいんですよ。職員作ってくれたのね、配合とかね、作り方全部ね、それ風で作ったんですね。これ良かったですよ。はい、もう先生しっかりこねていただいたんで、ね、美味しいのができたかと思います。はい、これをまたね、どんなね、バターをつけたらいいかとかね、今日それにどんなね、ジャムをつけたらいいかっていうんでね、やりたいと思うんですけどね。今日はそれにね、バケットね、これも用意しましたよ。これはね、メゾンドカイザー、メゾンドカイザーってパリにあるお店ですけど、そこのやつをね、今日用意したんですね。これがまた美味しいんだな。はい、さあ、それではですね、どんなね、食べ方、はい、焼き方をしたら美味しいかっていうのはどう思います？はい、トーストに関しては、うん、やっぱりあの低温ではなくて高温でさっと焼いていただいた方が、うん、あのパンの水分も抜けずに表面だけであのカリッと美味しく。じゃあこのアラジンがいいわけ。はい、これで焼くのが一番。あ、そうね、今これ一番、ね、美味しいかと思います。あの伝導率とかいろんなこと考えるとね、非常に美味しくね、パンが焼けますよ、これね。はい、でパンの保存方法ということで、保存方法は焼け上がったら粗熱が取れて冷凍していただくのがいいかと思います。熱が冷めたらカットをして一つずつラップにくるんで、アルミホイルでくるんで冷凍しておきました。でパン屋さんとかね、コンビニで買ってきた場合も同じように、はい、同じようにね。で霜が張ったり防ぐのはやっぱりアルミホイルをかけてあげると、より一層解凍した時に美味しく召し上がれると思いますので、ね、はい、そのような保存方法が一番いいかと思います。はい、これね、すごい高温でね、さーっとね、火が入るんですね。非常にあのバランスいい火の入れ方ができてて、ね、アラジンがいいですね。だんだんね、焼けてくると思うんですけどね、ちょっと覗けますからね、それ覗きながらね、ちょっと焦げ目がついた時にこのバターをね、これエシュレのバターですけどね、これをね、ちょんちょんとね、一つのね、パンにね、4箇所、1、2、3、4と入ってるんですね。はい。それではね、これにね、ぴったりのね、ジャムをですね、紹介したいということですね。まず最初にね、ママレードね、これはね、シチリアのね、サンジュリアンっていうところのね、ママレードなんです。これがね、本物なんだ。本物っておかしいけどね、これはね、勇気のね、いわゆるオレンジですね。これがね、たまりませんね、これ。もう朝ね、これね、だいたいこのぐらい乗っけてね、ガッと食べるとね、もう目が覚めます。ね。そしてね、一日のね、エネルギーがね、この糖質からね、ガッと出てね、すごいですよ。はい、どうぞ食べてください。ありがとうございます。はい、食べてください。はい、いただきます。うん、もう濃厚でしょ。どう？はい、パンが美味しいです。まあ、自分のこと言うんじゃないの。ジャムが美味しいでしょ。はい、ジャム本当に美味しいです。このオレンジの香りというか、うん、この味ですか、うん、濃厚な濃い深みのある味が美味しいですね、うん、とても、うん、深みのバランスいいよ。生レードってもね、皮をね、オレンジの皮を全部使っちゃってるんだよ。いやー、このね、この香りどう？これいちごの香りがガッとくるよね。はい、これ中から出てくるのがね、つぶつぶで出てくるんだよ。ほらほらこれ見てよ。ちょっとね、このバケットにこれつけてみましょうね。ちゃっと、さあ、これでちょっと食べてみてくださいよと。はい、ああ、そうそう、ありがとうございます。この香り、これでね、なんか朝が来たって気がするじゃないでしょ。食感はね、本当にフレッシュなね、いちごをね、そのままちょっと乗っけた感じ、ね、それをちょっと甘くした感じだけどね、酸味がグッと生きてるんですよね。これね、あの三育さんっていうところがね、出しているね、ピーナッツクリームなんですけどね、アメリカのね、実はピーナッツを使って作ってるんでね、そのアメリカ産の、僕がその子供の時に食べた味そのままね、これあの同じような味にしてるんですよ。これがまたね、たまらなく思い出があってね、素晴らしいんですよ。残ってるのはね、そのピーナッツクリームなんだけど、ピーナッツね、クリームの
塗りましたよ。はい、できました。これはね、これでね、またね、いいんですよ。香ばしくてね。うまい。次はね、どうしようかって言ったらね、戦後ね、あのアメリカ人の人がね、いろんなもの持ってきてくれるんですよ。コカ・コーラとかね、ピーナッツバターとかね、持ってきてくれる。向こうの人はただとすごい量つけて食べるんで、ぐわっとね。で、それをずっと見て育ったもんですからね、こうやってまず塗るでしょ。やっで、これにですね、何をつけるかっていうとね、これなんですよ。いちごジャム。これをね、半分塗るんですよ。あの、ピーナッツバターだけだとね、ちょっとあの、うん、甘さが少ないのかな。だけどね、アメリカの人ってね、結構こう半分こう乗っけて、それでこれでね、甘さを補いながら食べるんですよ。ちょうどこの甘さがいいでしょ、うん、ね。さあ、今日はどうもありがとうございました。今日まあ3種類のね、ジャムをね、皆さんに紹介したんですけどね、まあこれはいろんな食べ方ありますし、またこの他にもいろいろ種類あるじゃないですか。皆さんそれぞれね、あれは自分が好きだなって言ったらね、こちらの方にまたね、いろいろね、お便りくださいよね。そして私どもね、それは試しましてね、その結果をね、また皆さんにご報告するというような形を取りますんでね、よろしくお願いしたいと思います。ということで、はい、この動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。